も皆さんこんばんは、ホームラン一郎でございます。新年2015年が明けましたけれども、いかがお過ごしでしょうか。今日も前回に引き続きまして、こちら今日はちょっと金色ですけどもね、折り紙を使った簡単なまた工作をやってみたいと思います。今日ご紹介する工作はヘリコプターといいますか、ものによってはですね、タンポポの綿毛という場合もございますけれども、折り紙を使ってこう羽がくるくると回るヘリコプターのようなちょっと簡単なおもちゃを作ってみようと思います。それでは早速作っていきましょう。用意するものは折り紙ですね。こちら100円ショップでも売られている標準的な大きさ、一辺が15センチの大きさの、ね、折り紙になります。これが一つ。そしてハサミと定規、それから印をつけるボールペンですね。はい、この、4つで工作をしていきたいと思います。まずはこの折り紙を3等分にしたいと思います。折り紙の一辺は15センチなので3等分ということは一辺5センチで取っていきます。はい、こんな感じで、線を引いて、一辺が15センチなのでそれを3等分ですね、5センチずつ印をつけてこれをカットします。使うのはこの3等分のうちの1つだけになります、ね、この1個だけでヘリコプターができますので、一辺をまず使用することを覚えておいてください。残りはまた何かの機会のために取っておきましょう。ではこの3等分して切り取った1つのこの短冊のような状態のものを、切って折り曲げてヘリコプターを作っていきたいと思います。まずは長い方、長い辺を半分に折って、このね、分割線をつけます。折り筋をつけます。折り筋をつけたら上を、仮にこの線で分けて上と、下としますけども、ね、この上の部分を半分に、2分の1に、下の部分は3分の1にしたいと思います。まず上ですね、上はもう単純にここ半分にできればいいので、はい、こんな感じで分割線できましたね。これで2つに、分けることができました。では次に下の部分を3分割します。ここが下のね、短い線が一辺5センチなので5をね、3で割ると割り切れないんですけれども、おおよそ 1.8 センチですね。で、分けていきます。もうこれね、おおよそ3分割できればで構いません。はい、これで上の部分が2分割下の部分が3分割できました。上の部分がヘリコプターの羽になります。下の部分が軸になります。ではヘリコプターを組み立てていきたいと思います。一番最初に折り曲げたこの横分割の真ん中の線でこの下の部分を、ね、切り取っていきます。切り込みを入れるって言うんですかね、両方から切り込みを入れてこういう状況になりますね。これをね、注意してほしいの、ここバツンとね、横に全部切ってしまうとね、もう元も子もないので、このね、両方の一辺ずつを分けれるようにこういう風に切り込みを入れてください。で、これを真ん中の部分にこう折り曲げて軸を作ってあげる感じですね。こういう感じになりますね。
両方から折りたたんで軸を作ります。そしたら最後にこの上の部分、プロペラの部分ですね、これを半分に切って、はい、もうこれでヘリコプターの完成でございます。まあ見てくれは本当にヘリコプターというよりはタンポポの綿毛といった方がね適切でしょうか。でも、ね、回る様子はねくるくる回って本当にヘリコプターっぽく見えるんでね。はい、では早速これを飛ばしてみようと思います。それでは早速飛ばしてみましょう。飛ばし方は簡単です。羽の部分を持って手を離してあげるだけでくるくるとよく回って落ちていきます。3、2、1、よいしょ、見えましたでしょうか。今度はもうギリギリ寄って撮ってみますよ。いきますよ、3、2、1、よいしょ、はい、ちょっと動画ではね、伝わりにくかったでしょうけれどもね、ぜひ、ね、一回作ってみていただけるといいんじゃないかなと思います。今日は折り紙で作るタンポポの綿毛ヘリコプターのご紹介でした。それではまた次の動画でよいしょ。